はい、こんばんは。まあ、こんばんはというか、まあ、これ聞いてる人何時に聞いてるか分かんないんで、まあ、こんにちはなのかこんばんはなのかよく分からないんですけれども、撮ってるのは何月何日でしょう、何日だっけ、11月4日夜8時前ぐらいですね。そんでまあ最初に軽く説明しようか。まあ、なんか前ニコ生をしてたんですけど、でまあニコ生もまあたまにはやるんですけど、それ以外にもニコ生でもニコ生ってアーカイブされないんですよ。でアーカイブされるものも作ろうみたいな、まあ、ことで、まあ、その第、まあ、1弾、まあ、みたいな感じで、まあ、牛丼を語る2をやろうと思ってるんですね。で、まあ、牛丼を語る2ってお前1がないじゃないかっていうこともあるかもしれないんですけど、意見もあるかもしれないんですけど、牛丼を語る1っていうのはね7年前ぐらいにやったんですよ。無職牛丼を語るっていう、僕の友達の無職のやつとフリーター、僕当時フリーターだったんですけど、フリーターの僕とで牛丼を2時間語るっていう、もっと語ったかもしれない、2時間半ぐらいもしかしたら語って、でそれを編集したのを一応 YouTube に上がってるんですけど、ただなぜかよく分かんないんですけど、 YouTube に編集されて多分90分か100分ぐらいのうち、間のなんか80分だか70分ぐらい聞こえない状態になってて、で最初の20分と最初の15分ぐらいかな、で70分で最後のなんか10分とか15分とか、まあ、ぐらいしかなんか音が聞こえなくて、そんで、まあ、そういう、あれ、なんか、何が原因なのか、未だによく分かってないんだけど、まあ、なんか、なんだろうね。なんかね、編集段階ではきちんと音聞こえるんですよ。90分分、編集して90分バージョンで。で、僕のパソコンでも聞こえてて、でもなぜか YouTube にアップすると聞こえなくなっちゃうんですよね。でまあ、動画とか音声のファイルのフォーマットっていろんなのがあるんで、まあ、そのフォーマットいろいろ変えてコンバーターで変えてやってたんですけど、どうやってもダメで、なぜか YouTube に上げると音声が消えるっていう、呪われたコンテンツになってしまったんですけど、まあ、どうでもいいですけど、まあ、その時は単純に話してた内容としては、俺は松屋派だとか、なんか吉野家派だとか、なんか、まあ、どの牛丼がうまいかみたいな話をしてたんですよ。キャッキャキャッキャで、私昔牛丼屋で働いてたんで、てかまあバイトしてたんで、そういうのも交えながら、まあ店舗のオペレーション的にはこんななってるんだよみたいなのとか、あとまあどの牛丼屋が一番提供時間が早いかとか、なんかそういうのをなんか喋ってたんですよね。よくそれでよく2時間半喋りましたよね俺たちは一体何者なんだとか思いながら喋ってたんですよね。でもなんか、まあ、当時7年前ぐらいだとね、吉野家と松屋と、もうすき家と、吉野家松屋すき家と、その後力飯っていうあの牛丼屋、まあこれはね、牛肉を煮たっていう意味での牛丼っていうよりも、まあ、なんか焼肉丼みたいなもんだよね、がなんかすごい店舗数増やしてて、でなんかそれに行ってみて食べたら、まあ、うまかったとか、なんかね、でも時間がかかるとか、なんかそんなような話をしたりとかね、してたね、7年前は。まあ、あとはなんか、神戸ランプ亭っていうところがあって、まあ、そこの塩牛丼がうまいとか言って、マジでどうでもいい情報を、まあ、まあ、我々はどうでもいい情報が得意なんで、情報提供が。まあ、なんでやってたとか、まあ、あとなんか牛丼の歴史みたいな本とか、なんかあと吉野家の社長の、吉野家の社長っていっぱい本書いてるんで、それの本の内容こんなだったよみたいな、なんか話したりとか、なんかそんなの話して、そんでね、で、まあ、でなんかね、もう一回やろっかみたいな軽いノリで、7年前と同じメンツでもう一回やろっかみたいな感じで調べてたら、結構興味深い本を読んで、それはどういう本かっていうと、待って、ちょっと正しい、牛丼の戦前史っていう、
近代食文化研究会っていう人たちが書いた、まあ、人たちなのか人なのか分かんないけど、書いた本が Amazon に入ってて、まあ、Kindle で無料で読めるんですけど、それでその牛丼戦前史っていう本によると、我々の牛丼史観は間違ってる、まあ、みたいな本なんですよ。牛丼業界界隈でよく言われるのは、牛丼っていうのは明治時代に流行ったすき焼き屋の残飯みたいな細切れになった肉を集めて売ってたのが牛丼屋のこう走り で、それがその後独立して、すき焼き屋から独立して一つの商品になったみたいな、その牛丼史観は違うんだって言ってる本だったんですよ、それは。で、僕はその本に出会うまで大体いろんな牛丼の本読んだら、すき焼きから来てますっていうような本だったんで、それを信じてたんですよ。ただこの牛丼の戦前史っていう本によると、まあ、牛丼っていうのは確かに明治時代ぐらいに生まれたと。ただ当時は牛丼っていうのは2つあったと。1つは今、あ、違うか、2つあったのか、最初1つでそこから2つになって、で1つ足りたんだから何だか忘れたけど、けど昔は牛丼って言ったら、ご飯の上に牛とか、なんか、まあ、多分、まあ、豚も多少は混じってるかもしれないけど、牛の内臓をなんかすごいグツグツ煮込んだ煮込みをぶっかけたご飯のことを牛丼って言ったんだと。今みたいなバラ肉、牛バラ肉を醤油で煮込んだやつじゃなくて、牛の内臓ですよね。まあ、多分内臓なんて、多分内臓を食べる文化っていうのもなんかあんまりないとかあるとかなんかいう話で、多分安かったんですよね、そっちの方がね。まあそんで、その昔の牛丼、内臓のぶっかけ丼が牛丼って呼ばれてたんだけど、まあ、すき焼き屋が流行ったんだか分かんないけど、その後徐々に大正とか昭和の初めになってくると、それとは別に牛のバラ肉を煮た牛丼っていうのが出てくるらしいんですよね。そんである時期、大正時代昭和の初めぐらいはそれが2つとも牛丼って呼ばれてたと。で、確か俺の記憶が正しければ、この牛丼の戦前史って本の中では山田風太郎かなんか、あと誰だっけな、徳川無生だかなんか分かんないけど、とりあえず戦前に活躍した作家の本とか読むと、牛丼っていう言葉が指してるのは、そのぶっかけ丼の方だと、内臓ぶっかけ丼の方を指してるんだけど、だんだんこう時が現代に近づくにつれて、内臓ぶっかけ丼っていうものがなくなってって、牛バラを煮たものが広まっていくと。で、広まっていって現代まで来て、今はもう牛丼って言ったら牛バラ肉を醤油で煮たものだみたいな、理解になってるけど、それは本当は違うんだっていう本を読んだんですよ。で、僕はそれは面白いなと思ったんですよね。なんでかっていうと、牛丼、今目の前に現代の牛丼を見て、それでこれは明治時代にすき焼き屋が流行って、そこのなんか流れから生まれたものなんだよって言われたら、なんとなく説得力ある感じで納得しちゃうじゃないですか。でも、もしかしたらそっちが正しいのかもしれないけど、ただこの食文化研究、近代食文化研究会の本によると、いや、それは違うんだと。オリジンとしての牛丼はぶっかけ丼なんだっていうのが本当だった場合、つまり我々が信じている歴史っていうのは、まあ、誤った牛丼史観なわけですよね。誤った牛丼史観を信じてるけど、別に誰も、まあ、別に牛丼どっちが本物だとか、どっちが正当だとか、まあ、そんなようなことは別にどうでもいいじゃないですか。まあ、だからぼんやりと、まあそうなんだろうなって思ってるだけで。それで僕なんか牛丼のこといろいろ調べてて、例えば狂牛病の頃とか、狂牛病が流行り始めて、で牛丼販売終了っていうのをやるんですよ、吉野家は。
で、当時俺何歳、まあ多分高校生とか中学生だとかだったと思うけど、毎日のように牛丼販売終了って、毎日のようにっていうか、まあその販売終了の日はなんか店舗まで、吉野家の店舗まで、有名な店舗まで行って、本日最終日ですみたいな、それでなんか街の声を聞いてみましたみたいな、そんなのをなんか朝から晩までずっとやってたんですよ。そんでこれは何なんだろうって、まあ普通思うじゃないですか。 なんで牛丼販売終了がニュースなんだろうって、誰がこのニュースに対してバリューをこう見てるんだろうみたいな。例えばだってこれ牛丼だけだと思うんですよね。牛丼が販売終了するからそれがニュースだっていう価値観って、例えばサイゼリアっていうファミレス、イタリアンのファミレスありますけど、2019年の7月にマイカのパプリカソースっていう商品を販売終了したんですよ。全くニュースになってないじゃないですか、ネットニュース以外は。とか、あとは天ぷら屋のてんやってて、で、てんやっていう、何?フランチャイズがあるんですよ。まあ、僕、てんや結構好きなんですけど、で、てんやは2017年の7月にブラックカレー豚天丼っていうのを販売終了してるんですよ。これも別に全くニュースになってないじゃないですか。でも牛丼はニュースになるんですよ。でも牛丼がニュースになるっていうのは何でなのかなって僕は考えてたんですよね。まあそれで、だって不思議ですよ。だって調べれば調べるほど不思議なんですけど、例えば牛丼っていうのはご飯と牛肉からできてるんですよ。牛肉っていうのは大体松屋じゃない、吉野家だとアメリカ牛で、アメリカ牛が狂牛病でダメになったから輸入を止められて、それで牛丼販売終了ってなったんですよ。でそのタイミングで吉野家じゃなくて松屋とすき家っていうのは確かオーストラリアとか、あと何か忘れたけど、ニュージーランドとかなんか、あとカナダとか分かんない、忘れたけど、そこら辺から牛肉を調達してきて、で、まあ、ちょっとタレとかも変えたんだかな、して、なんとか牛丼の販売を続けるみたいな戦略を取ったんだけど、吉野家だけはアメリカ牛のショートプレート、まあ、ショートプレートっていう位置のお肉なんですけど、じゃないと吉野家の味は出せないんだっつって、まあそんでやめたんですよね。けど別に牛肉をまず日本人が食べ始めたのも明治時代以降なんですよ。それまで日本って、まあ牛肉食がなかあんまり一般化してなかったですし、まあ簡単に言うと日本の伝統でも何でもないんですよ、牛肉食って。そんで、あとその牛丼はすき焼きやあすで余った肉をご飯にかけたところが始まりなんだって言ってるような本の中によく書いてあるのは、それがなんで牛丼として一般庶民が食べ始めたかっていうのの説明に、それは明治天皇が牛肉を食べたっていうニュースがなんか出たからだみたいな。でそれで、あ、天皇が牛肉食べてるんだったら俺たちも食べてみようみたいな感じで、まあ何て言うか、お墨付きを経てそれで牛丼が広まったんだみたいな説明もあるんですけど、でもどうやらそれもなんかまあフェイクニュースなのか、もしかしたらなんか当時のメディアがすき焼き屋から金もらって書いた記事なのか知らないけど、でもなんか、本当かどうかかなり怪しいらしいんですよね。天皇が食べる食べ物って基本的に例えば豚とか鶏とかも全部飼育された、特別に飼育されたものだけを食べてるらしいんですけど、でそこで基本的に牛を、牛肉用の牛を飼育してないらしいんですよね。まあ、だからそれ本当の話なのかどうかもよく分かんないみたいな。まあ、それぐらい調べれば調べるほどよく分かんない状態で、牛肉というのは、まあだから7年前も2時間語って、今日も
90分ぐらい語ろうと思ってるんですけど、それで僕が単純に面白いなと、まあこれつまりどういうことかっていうと、これをもう少し抽象化して言うと、まあ、つまりこれ牛丼が入れ替わってるんですよね。牛丼のオリジンだったものが廃れて、でなんかよくわかんないけど後から出てきたやつを我々はオリジンだと認めて、それでそっから、それってだから当時の食文化とかも大してよく分からずにぼんやり説明されると納得しちゃうってことですよね。つまり、まあ、過去から見たら現在は未来ですよ。つまり未来の視点から過去のことをなんていうか継ぎはぎで説明するして、それが論理的に理が通ってると人間は結構納得しちゃうみたいな、まあ、そんなようなことだと思うんですよ。例えばだから歴史の本読んでると面白いのは、つまり現在から過去を合理的に証拠を集めて、現在で証拠を集めて、で過去に起きたことを合理的に説明しようとしてるんですよ。だからでもまず第一に、現在に生きている人はほとんど例えば500年前に生きてないんですよ。100年前だったら生きてる人いるかもしれないけど、200年前だったら間違いなく誰も生きてないんですよ、当時を。そんなような状況で証拠を集めて、しかもそれが全体の証拠の何パーセントかもよくわからないんですよね。でそのほとんど X パーセントの、それでほとんど全てを説明できるものなのか、それともほとんど一部分しか集められてないのかすらもよくわからない状態で、そこから合理的に推測するしかないみたいな。だからなるべくこう偶然性みたいのを排除しようとするんですよね。これがもし証拠はないけど、これってこういうふうに起こりそうじゃん、だからこうなんじゃないかっていうのをこう避けていくんですよね。そんなことやってたら、だからこれがもしこうなって、こうそれの前提でこうなって、でもしこれがもう起きたとしたらこれもありえるじゃないみたいなことやってたら、もう解釈が多すぎて、もうどれが最もらしいものなのかどんどん分かんなくなってくるから、まあ、だから多分こう偶然性を排除していくようになりがちなんですよね。つまりだから証拠だけ、物的証拠だけを見て、あとはもう論理的に推測するしかないみたいな。そんでそんなようなことを考えてた時に、僕これ本当はだから牛丼とナショナリズムっていうタイトルを最初につけて、特にナショナリズムのことも何も考えてなかったんですけど、そんでいろいろ調べてたら、別に牛丼とナショナリズムは特に結びつかないっていうことが分かったんですよね。そんでけど、まあナショナリズムとか言うんだったら、とりあえずベネディクト・アンダーソンだとか言って、まあ彼の本、ベネディクト・アンダーソンの本を読んだり、あとはナショナリズムの生まれって、まあ、要するに明治維新以降の話なんで、まあ、明治維新に日本っていう概念が生まれて、明治の初めの方の流行り言葉は日本一っていうことだったらしいんですよね。だからとりあえず明治時代の本をたくさん読んでたんですよ。そしたら何か牛丼はナショナリズムと何か関係があるのかなっていうことを何か証明説明しうるようなものがあるのかなと思って読んでたんですけど、まあ、別に結局なかったんですけど、ただ面白い話にこう遭遇してね、それ本当に、だから最初普通の例えば岩倉使節団のなんかヨーロッパとアメリカ旅行してきましたみたいな、まあ、旅行っていうか、まあ、向こうでどんな風に政治のシステムを作ってるか勉強しに行ってきましたみたいな本あるんですよ。まあ、正式名称忘れましたけど、とか誰かの日記とか読んでたんですけど、でその中で明治時代の陰謀論っていうのがあるんですよ。
で、それは明治天皇すり替え説とか、あとは明治天皇の一個を言えば孝明天皇っていうんですけど、孝明天皇暗殺説っていうのがあるんですよ。で、これを最初に書いた本で書いた人は伊藤じゃなくて、鹿島昇っていう人なんですけど、で、この鹿島昇っていう人の本を読んでると、まあ、いろいろこういうような状況証拠をバーッと上げていって、孝明天皇、つまり明治天皇の前の天皇は殺されたんだと。それで殺された上に、しかも明治天皇も孝明天皇の子供じゃなくて、別の人間なんだっていうような、まあ何て言うか、とんでも論というか、という説があるんですよね。まあ、なんで僕がこの陰謀論って呼んだらいいのか、という説があるって言ったらいいのか迷ってるかっていうと、まあ、これよく分かんないんですよ、読んでも 読んででも、まあ、つまりこれ、まあ、最初に結論から言うと、つまり鹿島昇が本でたくさん書いて、これも証拠だこれも証拠だって言って挙げてって、それで論理的に考えたら暗殺されてるに違いない、明治天皇は孝明天皇の子供じゃなくて別人に違いないっていうのは、確率的にはかなり低いと思うんですよ、僕が読んだ実感としては。別に僕、鹿島昇だけ、本だけ読んでるんじゃなくて、彼が参照にしている、例えば中山忠義の誠心誠意っていう、まあ、中山忠義日記っていう呼ばれるものがあるんですけど、それを図書館で取り寄せたり、あとは田中光昭っていう人の本を読んだりとか、まあ、なんかいろいろ、あとアーネスト佐藤っていう当時のイギリスの駐日外交官のね、書いた本を読んだり、まあ、あとはまあ全く鹿島昇に関係ない明治維新関係の本を読んだりね、してても、まあ、なんていうか、まあ、僕別に明治維新の時期にいたわけでもないし、それ専門の歴史家でもないし、まあ、中山忠義日記とかすげえ読むの面倒くさかったんですけど、まあ、ここまで来たら読むかと思って、まあ、読んでたんですけど。まあ、じゃあ簡単に説明するとですね、この説を、まあ、つまり孝明天皇っていうのは、明治維新の前に死ぬんですよ。そんで、まあ、これ中山忠義日記読むと、まあ、孝明天皇っていうのは天然痘にかかったんですよね。それで慶応2年かなんかの12月かな、忘れちゃったけど、確かそのぐらいの時期に病状が悪化していくんですよ。で、悪化して、その後快方に向かうんですよね、日記読んでると。そんで快方に向かっていくんだけど、その慶応2年の、確かね、確か慶応2年だったと思う。ちょっと待って、正確にいこう。そう、慶応2年だね。慶応2年の12月25日、西暦でいうと1867年1月30日、単位暦だと。で、その慶応2年12月25日までは、割と天然痘も良くなってて、快方に向かってたと。けど25日にちょうどいきなり悪化して、死ぬんですよ。崩御するんですよね。それでその後、まあいろいろあって、28日に、まあ、孝明天皇が崩御されましたっつって、まあ何ていうか、一般人にもそういうふうに伝えられて、でそれで明治天皇が即位するんですよ。明治天皇確か当時15歳とかそんなもんですよね。明治天皇は何す1852年生まれなんで、1867年は16歳とかそんなもんですよ。そんで、この中山忠義日記がまず一つの証拠になると。なんでかっていうと、天然痘で、基本的に孝明天皇は天然痘で死んだっていうような理解なんです、一般理解としては。
ただまあ孔明天皇は暗殺されたんだ説の人たちは、ここで天然痘は基本的に12月24日まではかなり快方に向かってたと、まあ症状が良くなってたと。ここで25日に急に体調が悪くなるのはおかしいと。そんで、だから25日に、その孔明天皇の宮中の中にいた、この岩倉具視の妹が、毒を持ったんだと。しかも、ヒ素系の毒物を持って、それで体調急変して死んだんだみたいな。まあ、そういうような説らしいんですよね。そんで、孔明天皇の専属の医者だった伊良湖、なんて言うんだろうね、ちょっと待ってよ。まあ、伊良湖さんっていう、伊良湖光雄さんっていうお医者さんがいるんですよね。で、この人のひ孫の光孝っていう人が多分いるんですけど、で、平子光孝だと思う。光る考えるで光孝。で、なんかこの人も医者なんでね。そのひ、これひ孫らしいんだけど。孔明天皇の専属の医者だった人のひ孫。その人も医者らしいんですけど、その人が、その病状を日記から分析するに、まあ、それ孔明天皇の死因はヒ素系毒物の急性中毒症状と断定せざるを得ない。もし天然痘が死因なら、まあ、快方からこの体調が急変するっていうこの死を説明できない、まあ、みたいなことを言ったらしいんですよね。まあ、それも証拠の一つだと。っていうのもあるし、まあ、あとは、まあ、毒殺説だけじゃなくて、刺殺説、つまり刺して殺した説もあると。そんで、なんか、それはな、誰がやったかって言ったら、まあ、伊藤博文がやったんだみたいな、なんかそういう説もあるらしいんですよ。そんで、伊藤博文そんなこと言ったって、お前、ただの政治家じゃないかみたいなことを、まあ、言うかもしれないですけど、伊藤博文っていうのは、なんか、まあ、暗殺経験がある人らしいんですよね。昔に、まあ、簡単に言うと人殺したことがあるっつって、だから暗殺には慣れてたんだみたいな、まあ、こともあると。そんで、いやでも天皇陛下を暗殺するって、お前それちょっと、お前ハリウッド映画でも無理だろみたいな、まあ、ことは我々は思うじゃないですか。 そんで、ただね、まあ、別に、まあ、それはかなり難しいと思うし、まあ、ワンチャンあり得るっしょみたいな、そんな程度の話だと思うんですよ、僕これは。ただね、当時はね、明治維新のことを調べてると、明治維新って基本的に暗殺とか、がものすごいたくさん起きてた時代なんですよね。まあ、てか、まあ、それみんな知ってるか、別に。 俺に言われなくても知ってると思うんだけど、まあ、つまり明治維新って、それまで徳川幕府がずっと鎖国してたと。で、長崎の出島とか、あと他のいくつかの港、わかんないけど、以外は基本的に日本っていうのは外国文化を入れてなかったんですね、うちにね、自分の国の中に。で、そんな中で、まあ、薩英戦争とかが起きて、つまり俺たちこのままじゃやばいって思ってるやつが日本中に現れ始めたんだよね。つまり外国文化と接触して戦争したりして、でそこで俺たち鎖国とかしてないで開国した方がいいんじゃんとか言ったんですよ。けどそれって全然受け入れられなくて、それで、でも当時まあ、オランダ語が多分日本のインテリの中の まあ、なんていうか、まあ、現代でいう英語みたいなね、英語喋れればとりあえずかっこつくみたいなのの、江戸時代バージョンがオランダ語なんですよ。で、オランダ語に接してる人たちとかが、まあ、簡単に言うと私塾とか開くんですよね。私塾って今で言う、まあ、なんだろうね、
なんとかサロン、なんだっけ、ネットサロンじゃなくて、あ、オンラインサロンか。で、まあ、とりあえず意識高いやつ集めて、それで俺たちが国変えるんだみたいな、そういうようなムーブメントずっとあるんですよね。で、そういうので、横井翔なんとかきっと教えてたんでしょう。あとは、そんで、そういうやつらって基本的に危険思想だと思われてたんですよね。つまり世の中の大部分の人たちは別に俺たち鎖国してていいじゃんみたいなことを思ってたんだけど、いや開国した方がいいんだと、国を開けた方がいいんだって言ってるやつらは完全少数派で、危険思想の持ち主で、それで基本的にガンガン暗殺されていくんですよ。横井翔南もそうだし、佐久間翔山も、横井翔南もそうだし、佐久間翔山も暗殺されるし、政治家で言ったら大久保利通も、まあ、明治維新の後に暗殺されるし、まあ、伊藤博文も韓国で暗殺されて、まあ、ちなみに言うと伊藤博文を殺した韓国人のアン・ジューコンっていう人はハルビンで殺すんですけど、まあ、この人裁判で、まあ、このアン・ジューコンの裁判資料とかも俺なぜか読んでるんですけど、アン・ジューコンは裁判で伊藤博文は孔明天皇を殺したという本を俺は読んだ、まあ、みたいな発言もしてるんですよね。でももちろんみんな知ってるかもしれない、知ってると思いますけど、坂本龍馬も殺されるし、まあ、みたいな感じで、まあ、明治の初めって、まあ、要するにガンガン人が殺されていく時代なんですよね。まあ、そんなような人たちの死があった死とこう共に明治維新と明治の時代っていうのはあったんで、まあ、だから重要人物が殺されていくっていうのは意外と別に、だから今令和2年でしょうけど、2020年ですけど、2020年間隔で言ったら、もし例えば内閣総理大臣が殺されたり、外務大臣が殺されたりとか、まあ、ありえねえだろうって思うかもしれないけど、まあ、明治時代はそういうことはよくあったみたいな、まあ、ことなんですね。まあ、例えば、まあ、死ななかったけど岩倉具視とかも、まあ、暗殺未遂されたりしてたらしいんで、まあ、いろいろやばいと。この開国思想というのは、まあ、今で言う何なんだろうね。まあ、グローバリズムよりも多分やばいんじゃないかな。別に今グローバリズム賛成って言ってるやつら別に暗殺されたりしないだろうから、まあそれ以上にやばい何かだったんでしょうね。まああれかもしれないな。でもまあマルクス主義か。マルクス主義。でもマルクス主義。